こんばんは。それでは今夜はマウント&ブレードウォーバルド、久しぶりにプレイすることになりますが、こちらはケーブモッドですね。私はこのモッドは初めてプレイすることになります。全く初見ですね。ご紹介いただいた方ありがとうございます。なんかものすごいカオスなモッドって聞いてるぐらいです。このオープニングの画面からものすごいかっこいい黒騎士みたいのがいてですね、迫力を感じるんですが、一体どういう世界なのか。今回も、新しくゲームを始めてシーズン1ということで、ちょっと平の青森さんと一緒にケーブモッドの世界を旅していきたいと思います。ゲームを起動していますのこのローディング画面が長いので、結構重いモッドかもしれませんね。ゲーム設定を選択してください。これらは開始したら変えることができません。ゲームモード、ハードコアモード、いやノーマルでしょう。コンパニオン開始時の職業、コンパニオン開始時の職業だよな。すべて諸行、コンパニオンが諸行ってどういうことなんだろうな。旅人、標準コンパニオンを除いて選んだ。待ってくれ、標準コンパニオンとそうでないコンパニオンがいるってことか。族の総数、まあシーズン1なんで、のみじゃない、波ね。 OCCC デフォルト、そうなんです。正式名称ケーブモッドってちょっと略して言っちゃいましたけれども、長いんですよね。待って、いっぱいあるんだが、革命ベージャーだけ置き換える、ケーブクラシック。新しいモッドですから。あ、そうなんですよ。このモッドはですね、ものすごい、モッドクリエイターの方、ほんとすごいなと思うんですけど、なんとバナーロードが発売した後に、新しいバージョンが、アップロードしていただいたんですよね。本当にもう、大バンドを愛してる方がクリエイターだと思うんですけど、すいません、私もプレイさせていただきます。ありがとうございます。他は勢力の復興まで最短日数、勢力の復興盗賊の頭クエスト、これはあれ CTA にもあったかな。諸勢力にヒーロー諸行追加、諸勢力にヒーロー諸行、なんだろうな。諸勢力っていうのがいるってことか。カスタム兵の雇用機会を制限するカスタム兵もいる。 CTA からの追加コンパニオンを有効化する、アクセルとかかな。サラン兵をサラセン風にする、ロドック帝国兵を後期ローマ風にする。ローマ兵も出てくるのか、ものすごい面白そうだな。ライジングサンインベージョン、サラセットインベージョン、なんかもうやばそうだな、これ聞いてる。ブレタワルダ式背面攻撃ボーナス。あ、これはいいですね。首切断描写有効化。これデフォルトでちょっとこうなってるので、あんまりやばいのは苦手なんですけど、まあ、いいかな。最初だから。行きましょう。冒険者、マウント&ブレード、ウォーマンドの世界へようこそ。まあ、今の前の画面だけでかなりビビってますが、あなたのキャラクターを作る必要があります。さあ、平の青森さんにまた来ていただきましょう。なんだっけ、退役軍人だったような気がするな。ね、持たざる者まではいいんだが、ね、ネクロマンサーってな。ちょっと待って、持たざる者の説明見てみよう。持たざる者。その後青年となった頃、あなたの人生に変化が訪れた。あなたは持たざる者となっていた。この変化、あなたにとって唐突だなとも思えたが。まあ、よくあるよね。私もありました、結構。実際に、はい、急に無職になったり、ありましたね。ネクロマンサー。あ、待って、この下に、あれだ、説明書いてある。突然あなたは全てを奪われ、ガエルに投げ出されていた。あなたは何者でもなく、自分の身に何が起きたのかさえわからない。それは誰にもわかりようがない。
気づけば服すら着ていない状態に立っていた。持ち合わせているものといえば木の棒と板切れの盾だけ。あなたは何も持っていなかった。そう、失うものさえも。こういう人が一番強いんですよ。でちょっとネクロマンサーの説明を見てみましょう。どうしてかあなたは古の暗黒の魔術に入れ込まれた。マウント&ブレードで魔術が出てくると思ってなかったから、すごいな。資料図に取り憑かれ、おぞましい知識を追い求め、あなたは洞窟に引きこもって日々を送っていた。そしてついに忌まわしき者どもを生じさせる術をその手に得たんだ。誰？本当に。この地に、の皆があなたを忌み嫌っているが知ったごっちゃない。その像を世界に解き放つ時はそう遠くない。これもうすでに面白いんだが。まあ今回はちょっと持たざる者、平のアーモリ。なんだったっけ、なんだっけ、これな、さすらいへの欲求でいいか。信仰は、信仰は、信仰があるのか。すごいな。古き豊穣の女神、白き羽の太陽なんとか、太陽蛇、神の道、十二大神、砂漠の三日月、天空運命神、神々の達成感。かっこいいね。聖十字、無宗教。まあ、せっかくだから何か、うん。十二大神にしてみようかな。今までの経験ないっす。経験なしです。年齢は、まあ、20代じゃないんだけれども、平野守さん。まあ、30歳ぐらいにしとくか。よし。ここは普通だな。さすらいへの欲求。よし。庶民の男性であるあなたはカルラディアの偉大なる支配者の地位に近づくまでいくつもの難関を越えなければならないでしょう。OK。あれ？待って。セーブしなくても終了できるとキャラ設定ですね。さあ行きましょう。ちょっと日本人っぽくしようと思ってヒゲいろいろ見てたらですね。いや、めっちゃ面白い。これ、何？なんか飲んでるのかな？これ、花を加えてる、ピアス。これ、ピアスもなかなか面白いんですが。これは何だろう？眼帯かな？キセル。キセルもいいけどね。このメガネも。これもいいけどな。トルネルコさんにしてあげたいな、これ。ちょっと私これ気に入ったので、なんか風来坊っぽくて、まあ、これも面白いんで、ちょっとこれで行ってみましょうか。どうなるんだろう。いや、うん、花にしてみようか。せっかくだから、花を加えた平の青森。さあ、このカルラリアン、これ裸なんですけど、やっぱ持たざるものだから裸なのかな。では、この平の青森さん、髭も剃って、鼻を加えて、どこだっけ？蝦夷の、どこかの村から、薄消し村だったか、引退してたんですけど、なぜかこの地にやってきたと。なんだこれ、レイバディン。あ、プラベン、レイバディン、トゥルガ、サルゴス、ジェルカラは普通だな。サランチョーとかロトク、数年後騎士として、カルラディアで名を馳せるまでになった。有力な諸侯に、勢力に将校として仕えることにした。親族として迎えられた。お、なんだ、こういうのもあるのか。それじゃあ今回は、レイバディンに行ってみましょうか。なんか、特段、意味はないんですが、あなたは厳しき北、風の吹きつけるベージャー高地へやってきた。この土地は一年中凍りついているが、森には毛皮向きの動物がうろつき、川には魚が群れをなしている豊かな土地なんだ。商人を引き継げるが、同時に盗賊も引き継げる。雪深い峰を越えた大将がブルク川の流れる谷底に差し掛かる頃、あなたの目にレイバディンの戦闘が見えてきた。同時に薄汚いポニーにまたがった暗い顔の人物があなたを見下ろしていた。宿を見つけた頃疲れ果てていたが、鞘から剣を引き抜いている音だ。ここは普通なんだな。おー、かっこいいぞ、青森。あ、食らった。
へい。やるじゃない。なんか防御の仕方全然違う感じだな。まず一人。ここ、ま、この背中に背負っているこれはなんだ。両手剣欲しいな。すでに。さて、まず私の話を聞いてください。もともと町の周りには繊細や借金区、色恋沙汰といった理由で危ない連中がたむろしていた。そして私の弟が誘拐されたと。わかった。探してこい。タイラのアモリいいね。キューを押せばクエストログ。OK。5名の部屋を集めろ。なんか、画面も綺麗なような気するな。スワディア王国、カーギット半国に宣戦布告。お、ロドック共和国になってるな。待って、ゼンダールロドック共和国とか。ほほう。まずは世界の情勢を確認してみましょう。プラベン。じゃなくて、スワディアがあって、この、スワディアの西にさらに土地がある。キャメロット。これノルド？ルンディン。これはロドック帝国。ロドック帝国とゼンダールロドック共和国がある。ほう。ゼルカラ。シャリズはサランチョウ。土地が増えてるな。東にはない。いや、これなんだろう。ムーロムベージャー公国がある。革命帝政ベージャー。革命帝政ベージャー。なんだ、ベージャーも二つに分かれてるの。国が。は？これ、これ何？暗黒騎士帝国？暗黒騎士帝国？この旗印、クライス教の旗印のように見えるが。あ、違うな。クライス教じゃないか。ロドック洞窟。ほう。暗黒騎士帝国、ちょっと見てみよう。どういうところなんだろう。で、私今どこにいたっけ？レイバディンだ。で、追いはぎが追っていると。なんで追ってるの？紳士淑女向けモッド警部の世界にようこそ。カオスな作りですが楽しんでいただける。いや、覚悟しました、今。はい、カオスですね。レイバディンに行ってみよう。誰ナポレオン的な方ですか？トーナメント。音楽演奏もしくは演説。地主や金貸しには、おぉ。本当に何にも持ってないんだな。コンボときな。これは、トーナメントに参加しよう。自分にかける。150でなる。ちょっと待って。あ、もうしまった。今、いくら持ってるかわからないんだ。かけてみよう。へっへっ。いい装備持ってるぜ。あれ？ちょっと待って。いい装備。いや、銃だった。銃もあるのか。あ、ちょっと、待って。やべえ、銃しか持ってない感じっすか。借りよう、借りよう。盾と練習用の剣。盾も借りとく。よし、OK。これで、弾込めをしまして。ん？やられた？あ、待って待って、これまずいっす。言わんこっちゃない。あ、待って、この銃、武器なんの？はは、さては切り替えボタンだな。おお、なるほど。重傷で、こう殴ることができると。おお、ナイス武器。やばいぞ。やばいやばいやばい。待って。あ、すいません。間違えました。よし。あいつ、玉込みしてるな。よし、OK。危険だ！危険だ！
やべ、なんて危険なやつだ。OK。おーし。革命皇帝ヤログレイク。皇帝に勝ってしまった。あ、もう賭けない。OK、行こう。今度はクロスボウ。クロスボウは動きながらこれリロードできるタイプではない。OK。強い、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 強い。一人に任せないでおこう。で、目標を分散させて。今行く。撃たすな。よし、ナイス。待って。ナイス、投資。終わり？終わり、終わり？終わりじゃなかった。待ってね。あー、外した。やられたぞ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。OK。よし。今だ。担当か。勝った。ナイス、よかった。これ、あれだな。もし優勝できたらいきなり、持たざる者からランクアップだ。ああ、お！クラドゥス、クラドゥスやばいぞ。よし、行こう。待って、やばい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 、これ。待って、これ、一旦離脱。それが死体却する。ナイス！助けて、ポパイ！あートーナメントから除外。女遍歴騎士か。いやー、やっぱそううまくはいかないな。